皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガエピソード2善悪の悲願実況やっていきたいと思います。その前に4つお知らせがございます。1、ゲームをクリアするまで先に全部収録済みです。2、ネタバレ防止のためコメントは見ておりません、ご了承ください。3、収録自体が1年以上前の可能性もあります。4、そんなにうまくないです。それではどうぞお楽しみください。最後ねピヨンピヨンって音が可愛いね。ストック回復もどっかで挟んでいかないといけないよね。ストックストックで行きますね。貴族性が入ってるこっちのが合うもんね。敵には斬鉄陣ビームとなんか雷的なやつが吸収されたから、多分他のも吸収されると思うんだよ。多分炎と木以外の属性攻撃は全部吸収しそうなね、なんか見た目してるよ。なんとなくわかるんや、ワイにはわかるんや、そういうのが。 RPG 長くやってるとな、わかるんや。相手の形状が気持ち悪かったら大体吸収するってわかるんや。ストックで、もう一回パワーダンシングと、次のターンぐらいからあれだね、ゼブルンは回復に回った方がいいかもね。お、クリティカル出た。あ、こんなにも変わるもんなんだ、弱点つくだけで。なんか今まで弱点をつくっていうとさ、この普通の武器の属性を見るしかないのかなと思ったけど、サブパイロット変えることでいろいろなね属性の武器を用意することができるから、そこに気づかなかったから今まであれか、エイグス戦きつかったのか、そういうことなのかな。そろそろ回復を使っていこうね。じゃあ自分ウェイ、あ、来た来た、ストックで、メディカ2、これのダメージがね多すぎて、高すぎて、相手の技のダメージが多すぎて回復が間に合わない。スペシャル斬鉄陣、斬鉄陣、これを撃ってくだけのが良さそうだな。エーテルメディカ2、ねえ、2回目に戦った時の相手のなんか怒涛の連続攻撃きつかったよね。エーテルメディカ2、自分じゃあちょっとね、もう一回ストックして、ちょっとブースト使ってストックして、でもう一回ストックして、でストックして、でスペシャルでパワーダンシング。パワーダンシング、これでもうブーストないな。あ、ガードされた、ガードされたか。斬鉄陣、あとどんくらいだ相手。あ、クイック、これでしょ、速くなるやつ。うわー怖い。ストックストック、早く決めちゃいたい。あー、でもこっちガードしたよ。ストック、これが怖いんだよ、これ強いんだよ。なんかこういうイカとかさ、そういう海洋生物的なやつにはね、ゼノサーガエピソード1からいろいろね殺されているので。あー強い、あー強い、クリティカルとか出さないでも。エッテルじゃない、スペシャルパワーダンシング、うわ、インターセプト、へえへえ、ちょっとこれ怖いんでメディカオールで回復しとこう。あー、回復量が追いつかない。あとちょっとなんだ。
人。あとちょっとなんですよ。やらしてくださいよ。あ、どっちかなこれ。これちょっとエーテルのメディカ2で自分だな。お、大丈夫、まだそれなら平気。で、ここでやられるわけにはいかないので、チェンジしとこう。こいつ。で、まだ死ぬわけにはいかないけど、どうしようかな、スペシャルかな。溜まってるしね、パワーダンシング行こう。パワーダンシング。オッケー。ああ。きついこれ。きつい。で、メディカ2。回復。で、あとは物理でしょ。あと1352。よし、殴っていこう。あとちょっと。押せる押せる。メディカ2自分。弱点ついても強いな。で、エーテルメディカオール。とどめ。オッケー。なんか理不尽に敵強すぎないか。こんなもんなのかな。いや、エピソード2はあれだね、戦闘の難易度というか相手のターンがめちゃめちゃ早いから、なんか難易度がすごいね、上がっている。1に比べて戦闘が。さあ、これでだいぶ削られたけど、まあこんなもんか、こんなもんか。で、パーティー編成戻しとこう。広い、ここ。なんか広いって分かった瞬間にさあ、ボス出るんだろうなとは思っていたよ。いやー、難易度高かったね。え、強かったね。なになに。このエリアのブロックは一定方向からしか壊せません。お、謎解きか。あ、緑の面を向けてる方向からしか壊せないのね。はいはい。とりあえず全部壊していく方向で行こうか。とりあえずは。手間はかかるけど、まあそんな難しくないのかな。後から難しく出てくるの。これは？ここからチャージバースト。それとなんか手に入れたものを確認していこうか。ロードリカバー。ヒットポイント0時に自動リヒットポイントを50%回復。
開けごま。てててててい。セーブポイントがある。あ、ES 降りるところがあるから全回復するね。じゃあまずはセーブ。ボス戦お疲れ。セーブしてやったぜ。あ、これ降りるところか。ボタンと説明文があります。読む。同じ色のブロックが隣り合っていると同時に壊れます。見たことあるぞ見たことあるぞ。この出るやつなんかぷよんぷよんしてるの見たことあるぞ。あ、なになに。同時にロックオンするもんだからさ、音がさ重なっちゃって音割れしてるよ。ほら、ここ、ああそっか、下の1個だけ。そうだよな、ね、あれか、これでこう狙いを変えていくのか、そういうのが必要になってくるのか。待って、隣り合うって何個隣り合ったら壊れんのよ。同じ色のブロックが隣り合ってると、あ、同時に壊れるのか。なるほどね。でブロックが壊れるタイミングで同じ色が隣にあると、例えばこれで言うと一番下壊すと全部壊れんだ。はい、そういうことね。で連鎖していくのか、どんどん。なるほどね。これで足場を作っていけと。はい、ちょっと一切承知いたしました。であれば、まずはこの列の2個残しでやんないといけないので、まずはこの辺ドーンと壊して、で黄色だけ壊す。でこっちは黄色壊すの青だけ壊す。で、あー、隣り合ってるから下の赤も壊れちゃうかな。あー、ダメだね。そっか、横だけじゃなくて上下もダメなんだ。じゃあやりますか。ちょっと頑張って頭使いましょうかね。ちなみにこっち行ける？こっちから来たの？違うよね、こっちから来たんだよ。下から来たんだよ。これ鍵開いてるけど、開いてんだよね。開いてる。ちょ、行ってみよう。何？帰る、怖い。怖かったので、先にこっち行きましょう。降ります。まずはここから行けるところをね、しっかりと見ていきましょう。なんだお前は。ちょっとここの端末がまず気になる。端末じゃなかった。アイテム。スキルドラッグ B を使っていこう。スキルはすぐ使っていこう。あ、結構いっぱいあった。B。じゃあ、ケイオス君と、500か。ケイオス君少ないんだよね、とにかく。じゃあ、ケイオス君推しで。スキル。ケイオス君がね、たくさん覚えたので、ねえ、ちょっとケイオス君が今少なめだからね。メディカ2、メディカオール。はい、こんな感じで。あとは、そうだな、これ開いとくかね。で3のやつはまだ使えないからこんなもんかな。はい、使っちゃいました。で壁を壊したここに入りましょう。アクアジストデラックス。なんか買い物ができないからアイテム拾うのはありがたいんだけどさ、買い物ができないってのもなかなかなんか珍しいよね。買い物ができない RPG あったかな他に。あ、なんか、えい、倒していこう。えい、なかなかきついな。ダメージソースいないの時間かかる。
でもあんまりな、強い人にばっか任せてるとスキルポイント偏るからね。ちょっと頑張ってみようか。いやね、あのサンダーブラストとかエーテル使ってもね、1回で400とか500しかいかないのよね、ダメージが。ちょっとね、苦しいね。こういうもんなのかな、バランス、ゲームバランス。もっとなんかちゃんとやれる人はスムーズに敵を倒せているのだろうか、ちょっと気になるね。通れないんかい、こっち何もないのか。じゃあブーストマックスを取りに来る部屋ということで、隣行ってみよう。違うか、隣がこっちか、ね、最初にあそこ壊して、なんかよくわかんないガレージかなんかがあって、スペーステントがあったのか。でこっちにね、スペーステントだったっけ、もう何も覚えてない、もうなんか全然覚えてない、どうしよう、全然覚えられない。じゃあパズル解いていきましょうか。頑張ります。隣あったやつは全部壊れるから、とりあえず一番下壊して OK で、でここで、ここは赤が壊れちゃうのか。じゃあ青を壊して、で隣り合ってない黄色を1個壊す。でここがあれなんだよね、黄色壊すと連鎖で全部いっちゃうんだよね多分。なのでここ難しいな。だよね、これ壊すと全部いっちゃうよね。あ、待った、あーダメだな、いっちゃうな、むずっ。ちょっとカットするかもしれないんで飛ばします。うまくいくまで飛ばします。どれぐらい時間がかかるかは分かりません。できた。
できたー。あれだね、落下してくるときにこう2段目のブロックと同じ色のものが落下しないようにって気をつけてやったらできた。かかった時間がだいたいね、20分弱です。だいぶかかりました。19分、20分ぐらいだね。超難しい。あれだね、あの下のブロックとこう接する落ちてくるブロックがさ、あの真ん中壊して落ちてくるブロックがこの足場となるブロックと同じ色にならないようにって気をつけてやってて、20回30回ぐらいやり直したな。はい、結構時間かかりました。大変だったです。えい、あーなんか誰か待ってる。回復してない、回復しよう。このメンツで勝てるかな。あ、囲まれてる感じかな。あ、後ろにもいるね。オルムス騎士団か、前向いてるからな。先にこっち集中砲火してね、やっちまうか。ももちゃんは、じゃあももちゃん丸弱い。避けられている。倒した。敵戦力過大評価されています。強すぎないか、修正を。敵強すぎないか。やっぱちょっとこのケイオス君たちのメンバーでは無理だ。ジンさんを前に出そう。このメンツでいきます。でエーテルで回復。さあ一体何があるんでしょう。あー敵いる。すっごいこっち見てる。シークレットキー27。なんでしょうシークレットキー27って。レベル4の C、 STW レベル4の C か。どれだろう。これか、これか。ステータス効果時間2倍。なんかあったな、そういうアイテムが。あのあれか、 ES の装備であったな。じゃあ次は君だ。やっぱり全体的にこっちのダメージが低いのはそういう仕様なんだろうか。ちょっと他のネタバレを防ぐためにね、他の人の実況とか見てないんだけど、どっかで見とこうね。本当にそうなのっていうのを確認しとこうね。気になるし、攻略本見ながらなんか人の実況みたい。やろう、時間作ってやろう。押し倒した。獅子粉塵、まさにその通りだね。相手ブースト使ってくるかな。もうチャンスとばかりに打ち込んでいく。これで倒せるかな。オッケー。まだ気を抜くな、周囲を警戒しろ。もうシュノーケルがおもろくておもろくて。なんかあるのかい。ボタンを押します。開いた。何ここ。あ、敵。何。本動画はご覧の素材を利用して作成しております。イラスト素材はイラスト屋様、フォント素材はよく飛ばない鳥様、音声素材はオトロジック様よりお借りしております。ご覧の皆様もぜひ一度お立ち寄りいただけますようよろしくお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。